こんにちは。今回は、ザ・マッドカプセルマーケッツや AA イコール、今日のバンドなどのピックコレクションを紹介していきます。マッド関連のピックは、一部のものを除き、ほとんど販売されておらず、メンバーもほとんどステージから投げることもないので、どのピックも非常に貴重で、入手が困難なものばかり。私もまだ手に入れていないピックも複数ありますが、持っているピックを紹介していきますので、最後までごゆっくりご覧ください。ということで、今回はピックコレクションを紹介してみました。まだ持っていないピックも、いつか手に入れたいです。ご視聴ありがとうございました。